ムーン、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、なんかラスダンに向かっていった。なんだろう、伝説の勇者を追って下の方に来たんですけど、どこ行ったの？あやつキャラグッズとか作れば売れるかもしれんな。絵はがきとか作ってみたらどうですか？もっと若者にバカウケそうなものはないだろうか。バカウケですか？それはちょっと難しいですよ。おお、びっくりした。最近の若者の好みはさっぱりわかりませんね。だからね、一発当てたいと思うか。なんだろう、アクリルスタンドかな。僕はそんなこと思ったことないですよ。キュリオさんって野心家だな。左、おお、犬追っかけてんの。なんだかこれから騒がしくなりそうね。犬頃追いかけてるアホにドラゴンなんぞ倒せるものか。ガセさんはいつもそういう風に物事を見るのね。私ネガティブな人は嫌いよ。嫌いで結構、おめえに好かれたいなんて思ってねえぜ。ひどいわひどいわ、ガセさんひどいわ。クスン、泣くなっての。だから女子供はややこしいっての。泣くな。いや、俺もなんか犬ずっと追いかけてるやつに無理だと思うよ。とりあえず左側見てみるか。ん？フローラ？フラワー？花屋さんかな？お、犬？おお、危ねえ。うわ、いった。なんなんだあいつ。っていうか、あっちからも干渉はできるんだな。あ、入れないんだ。無理なのか。てか毎回やるんだな、あれ。あれもう1回2回で済まないんだな。うわ、いった。あー、いけないのかな。右側は一緒っぽい気はするけどな。なあ、くそ。どこ行ってもダメか。こっちの下は何もなしか。じゃあもうこっから出るしかないのか。どこ行けばいいんだ。白こっちって書いてあるけど、裸足なんだけどな。お城城下町こっち。とりあえず、あ、こっち行けそう。手前からどんどん見ていきたいな。家か、これ家だな。ん？あ、さっきの犬？誰だい？誰かいるのかい？タオヤ、そんなに吠えるんじゃないよ。見えないよね。もしや、つよつよミネイ？つよつよミネイなのかい？なんで知ってんの？俺のそんな、なんか頭おかしい名前。誰それ？そうかい。てっきり孫が帰ってきたのかと思ってね。あ、そういうことか。主人公の名前。え、この主人公の名前じゃないのか。そのゲームの主人公の名前を俺はさっき決めたのか。あ、じゃあそいつのも、え、あれ、え、さっきのあの、犬を追っかけてたやつがつよつよミネじゃないの？てっきり孫が帰ってきたのかと思ってね。どなたか知らないけど、すまないね。え、これもう嘘ついていいの？もしや、つよつよミネ？つよつよミネなのかい？うん。ああ。私の可愛いつよつよミネ、やっと帰ってきたんだね。一体今までどこに行ってたんだい？もうババを一人にしないでおくれ。ああ、今日はいいことがあるって思ってたんだ。ささ、こっちに来て、話を聞かせておくれ。町の者たちがつよつよミネは死んでしまったと言うんだよ。だけど私は信じてたよ。孫は帰ってくるってね。目見えないのかな。つよつよミネや、お帰り。おばばは眠ってしまったようだ。どうしよう。
どうする？あー、ごめんね。なんか調べられるもん他にないかな。ベッドに入りますか。ああ、寝る？一緒に。強強おばばじゃねえや。おばばはベッドに寝かした方がいいんじゃないの。ロッキングチェア絶対体痛なんで。強強見ね、強強見ねえよ。ようこそムーンワールドへ。お前がここに来てくれると信じていましたよ。私はお前に道を示すものです。お前は知っていますか？このムーンワールドで一番大切なもの。もちろん、それはラブ。ラブ何？それは何なの？世間一般的に言うとこのラブなのか、なんか、そういうものがあるのか。見えないものを見るための力、触れられなかったものに触れるための秘密の鍵。お前の心にラブが満ちれば、それだけムーンワールドの中を動き回れるでしょう。けれど、お前のラブはまだ未熟。お前はレベル1、愛の寝起き。よいですか？ラブを集めるのです。力の限り精一杯。そして、お前の力で光の扉を開けておくれ。さあ、目覚めなさい。なんか、手よく利用されようとしてない？大丈夫？ムーンの住人たちと同じ時の流れに身を委ねるのです。それではまた、夢でお会いしましょう。おばあ起きてんじゃん。こら、タオ。うるさくすると、つよつよミネが起きてしまうよ。おはよう、つよつよミネ。どうだい？ぐっすり眠れたかい？そうそう。お気に入りの服を出しておいたよ。ちょっと待ってくれ。ほら、来てごらん。おお、そっか、干渉ができるから、服着たりはできんのか。よかったよ、お前が戻ってくれて。これでタオと3人、昔みたいに暮らせるね。騙してるみたいでやだな。おお。そうだ、おばあちゃんが焼いたクッキーをあげようね。おお、ほんと？手作りクッキーをゲット。強すぎ見ねえや。帰ってこない間どこにいたんだね。それに何をしていたんだね。おばあちゃん随分心配したんだよ。でももう大丈夫さ。だってこうして強すぎ見ねえが帰ってきたんだから。そうだ、強すぎ見ねえ。昔のように城下町でパンを買ってきておくれ。あ、なんかパンのマークあったね。右側かな。ほら、ネカをあげるよ。落とさない。金ってこと？落とさないようにね。150ネカゲット。行ってみる。よし。これでも、ん？A を押した時の、おー、なんかいる。これ何？なんかいたよね。あれ？なんか昨日と打って変わってだいぶ静かだな、ここ。右側。あ、なんかいる。俺っちホームレスのガンセってんだ。なんでよ、おめえは。ところでよ、なんかくんねえか？やだ。冷てえな、そんなことじゃ、ろくな大人にはなれねえぜ。いや、何も持ってないからさ。またなんか、手に入れたら。ここか？あれ？
お、これパン屋さんなのかな。なんじゃお前、もう来てたのか。早い時間からご苦労残った。おや、珍しい奴が京都へ。服だけとは恐れ入った。わしはキュリオ、ここでよろぜをしとる。買い取りもやってるからな。もし売りたいものがあれば、わしにそのアイテムを見せればよい。値段を見てから決めてやる。勇者のブロマイド2000ネカ。釣竿400ネカ。タオの鉱物10ネカ。釣りの餌。とりあえず、なんだっけ、パン買わないといけないから、あんまり金をね、今のうちに使うわけにもいかなそうなんだけど。これか。ベイカー。開いてますよ。どうぞ。お前、さっきの店だとノックしなかったのに。パン屋はすんのか。おや、つよつよミネイ？じゃないですよね。つよつよミネイは死んでしまったのですか。ああ、驚いた。つよつよミネイと同じ服を着てるから間違えちゃいましたよ。なんか、特徴的なんだな。つよつよミネイの服は。ここらじゃ見ない顔ですね。いや、見ない顔っていうか顔が見えないんだけど。旅のことですか？僕はパン屋のベイカーと言います。毎日焼いてるので食べに来てくださいね。おう。よし、今日も美味しく焼けたよ。クロワッサン140年か、食パン50年か。どっちだ？こっちか。クロワッサン、うん。買います。クロワッサンゲット。ありがとう。とりあえずまだ買うわ。いっぱいあるからね。150も持ってるから、買っとこ買っとこ。よしよし。まだ買うよ。もう一個。うん。買います。クロワッサンをゲット。ありがとう。よし。持って帰ってやろう。よろず屋さん行ってもな。っていうか、あのホームレスのおっちゃんに、渡すか。あれ、いなくなってる。パン渡したかったんだけどな。せっかく買ったからさ。なんか聞こえるけど。こっから？これ入れるようになってたりする？お、するじゃん。あ、花屋さん。つよつよミネイじゃないわよね。だってつよつよミネイは死んじゃったんだもんね。なあ、驚いた。私、フローラというの。よろしくね。城下町を花でいっぱいするのが私の夢よ。なんか、後々、なんか手伝わされたりとか手伝わされるっていうとあれだけど、なんかすることになるのかな。お、まだこんなとこにいんのかよ。ドラゴン倒しに行くんじゃなかったのか何してんだあいつ。終わった。あいつ勇者って感じじゃないな。お、寝てる。顔怖っ。フローレンスムニャムニャ。ああ、寝てたからもうええわって感じで出てきたのか。あと行くとしたらどこだろう。この辺もちょっと調べておきたい。ズレズレ新聞。三日月の日、一面ニュース。我が国期待の勇者は旅立ちの後順調にレベルアップ、現在レベル2を達している。一部事情通の話では、竜の城にたどり着くのは時間の問題だという噂。事情通がもう噂って言ってたらもうダメな気がするけどな。こっちって。いやもう先、
クローソン私に行くか。ちょっとここ見ときたい気持ちがあるんだけど。なんかいる。僕はノージー、おもちゃの国からやってきた留学生なんだ、よろしくね。ところで君はどんなおもちゃが好き？コンピューターゲームかな。コンピューターゲーム？そう、プレイステーション。M ステーション？知らないや。嫌いとか言うとちょっと、多分、良くないよね。王様。おぉ。王様、めっちゃうろうろしとる。ん？強さを見ねえ。そんなはずは、彼はもう死んでしまったんだけど。驚かせないでください。その見慣れの顔。だから顔がないんだって、旅の方ですか？実は半年前に事故で死んでしまった少年がおりまして、あなたの姿がそっくりなのです。町の者たちはあなたのことを強強見ないと間違えるかもしれませんが、しかしまあ、気にしないことです。それでは私はこれで仕事がありますので、失礼いたします。あれ、王様は？さっきいたよな。話しかければよかったな、ちゃんと。よいしょ、もうちょっといろいろ見ていくか。最初からか。ちょっと待って、なんかあれか、体力は尽きたのか。ここで一旦区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。